何をしに来たかって伊比賀市、伊比賀市の本拠地にね、さっきあのお寺行って観音寺さん行って資料もらってきた。あの伊比賀神社があって57人ほど今住んでて、あのまあ向こうなんだけど、もうあの山の上から降りてきた。でこれちょっと待って、こういうことになって、伊比賀の里って、ね、で奥の院に行く。こっから2キロ大塔の宮神社の跡って、昔はみんなそこに住んでたらしい、さっき聞いた。じゃあ行ってみよう、行ってみよう。この上だ、これまくれやんようにちゃんと、やばい、ね、まくれやんようにいかんと。吉野帯と、吉野帯との縁の行者とか、吉野帯との、いや本拠地だよね、あの長尾氏も全部。その神武天皇って言ったけど、やつは持っていなかったんだよ、神の御印を、弓矢をね、持っていなかった。でその弓矢を貸してあげた人、この伊比賀氏って言って、やばいでこれ、吉野の山奥まで来てる。見てごらん、この岩の数々。ゴモラ、ゴモラ。めちゃくちゃ。お、いっぱい。すごい。熊に遭遇したらどうしようかって思う。今日はもう本当思い切って来ましたよ。もう。思い切ってね来たんだよ、ここまで。すごい、これまくれたらどうしよう、ほんと。よいしょよいしょよいしょ。うわ、ここは岩倉、またでかい岩倉。うわ、テテレテンテンテレテンテレテンテンテテンテンテン、えい、おい、マジか。この山道は東吉野とつながってるらしい。これはあの観音寺の沢ノ井先生情報です。これ、ラジオが入るってとこがすごい。まだうわお。
あれだろ、あれあれだ、きっとあれだ。ほら、すごい。いや、わからんかな、それこっからじゃわからん。これ井戸になってるじゃん。井戸みたいになってる。あそこで水浴びしてたんかな、石川姫が。ほんで声かけたんかな、神武天皇は。神武って佐野の御事。あそこで石川姫が。でもあの水の量多いだろ、どう考えても。昔は少なかったんかな。おお。もっと上かな。いや、もっと奥宮はもっと上のはず。うわ、綺麗な水だ。綺麗な水。あかん、まくれやんよ、みたいな。綺麗。よし。来ましたよ。来ましたよ。お前、どんだけ暇なのかって。こんなことばっかりしてるんだ。俺の楽しみはこんだけだよ、これ。イヒカの井戸。よし、俺は行く。決めた。 IP で神戸の未来を模索的に。入場は無料。詳しくは SNS のホームページまで。マジか、マジか、マジか。クマに遭遇したらどうしよう。でも大丈夫やろうか。よし、行くぞ。よし、よし。15分って言うからな。15分。まあ、バッテリーは持つだろ。バッテリーは持つ。イヒカの井戸。イヒカってこう書くんだよね。これあの葛城の長尾神社に行ったら、水に光ると書いてミヒカ姫って言うんだけど、ミヒカ姫のお父さんがイヒカさん。聖蹟の奥の宮ね。マジで。俺にとってはね、この時代の人にとってはこれが一番大事なんだよ、ね、何してんのお前って言われそうだ。これは俺にとっては一番大事なんだ。昔はこの辺りに人がいっぱいその住んでたって。なんかちょっとやっぱり住んでたっぽいな。なんかあの住んでたっぽい。すごいな。まあ吉野の高間ヶ原だ、ここがね。よっしょ。いや、ちょっとやばいとこ来たんじゃないかと俺は思うんだな。いや、やばいぞ、これ神々が。神々おるぞ、これ。いや。いや、ちょっと怖なってきたな。でも恐れちゃダメだ。こう、行かないと。知りたいんだ。トナカイ出てきそうだな。もののけ姫状態だこれ。
応なんかこう何かこう杖になるものを持っていかないと。いやちょっとどっちよ、目印がない。いや分かる分かる、こっちだ絶対、こっち。俺としてはこっちだ。だってこの雰囲気分かるもん。まあ、ここにね、来ることもないだろ君ら。本当に君らっていうか君は、ここがお前の先祖のいたとこだ。岩倉がある。おっと、なんかここまで来るともうなんていうのかな、遠ざけるような感じがしない。なんか逆にあの導かれるように。これはジープかなんかじゃないと上がってこれないわ。よいしょ。